ハニーワークスプレミアムライブ先行プレイ企画、なるみ姉妹がやってみたシアター編。皆さんこんにちは、なるみ様役の天宮様です。皆さんこんにちは、なるみ様役の夏川椎名です。この動画はスマートフォン向けアプリゲームハニーワークスプレミアムライブ、略してハニプレの魅力を2回にわたって、はい、私たちなるみ姉妹がお届けする動画企画です。はい、まだ1次元目の動画を見ていない方は1次元目の動画もぜひ見てくださいね。2次元目シアターとは、さて2次元目はいろいろなお話が楽しめるシアターについてご紹介していきたいと思います。シアター、はい、シアターとは、うん、MV ライブラリー、トークライブ、プレシャスストーリー、イベントシアターといった4つのモードを通していろいろなお話が楽しめる機能のことです。どんな話なんだろうね。はい、じゃあ早速見ていきましょうか、うん、まずは MV ライブラリーを見ていきましょう、うん、MV ライブラリーでは収録楽曲の解説をくままるとパンミーがしてくれますので、うん、ハニプレで初めて知る曲とかあんまり詳しくないよっていう曲でもですね、曲の世界観を楽しむことができます。おー、うん、なるほど。じゃあちょっと見てみますね、うん、MV ライブラリー。おー、はい、すごい、たくさんありますね。はい、これでなんかいろんなお話が見れるっていうことなんですけども、うんうん、はい、あの前回の動画でね、うん、私がプレイした私アイドル宣言のお話を今回見ていきたいと思います。いいですね、ここにねありますので、はい、はい、では、はい、早速見ていきたいと思います。よいしょ、このシナリオを見る。オッケー、どんな感じなんだろう、ね、あ、すごいすごい、お、ステージみたい。始まるわ。あ、ハンミーとクママルだ。行くよ。紹介してくれるんだね。あ、うんうん、あ、すごい、ちゃんと、へえ、あ、すごい、いろいろ説明してくれるんだ。関係性もここでね、わかるよ ね、キャラクターの。へえ、偶然スカウトを受けてたんだ、うん、すごい、私も勉強になる勉強になるね。知らない人もモナのことをいっぱい知ってもらえるかも。本当だね、いい感じね。やっぱモナちゃんも頑張り屋さんなんね。そうなんだよ。これもね、あの MV に出てくるシーンが映ってるから、うん、またこれで見た後に MV 見たらなんか見方変わるよね。確かに、うん、そうだよね。お客さんの反応があんまり良くないっていうところから、うん、大事なシーンですよ、うん、ねえ、はい、いうような感じで、はい、うわー、これは今回はね、うん、ここまでここまで気になりますけどね。いやー、これいいね、うん、これ改めてね、曲をこう再発見できるというか、うん、曲への理解が深まるような気がしますね。より好きになりそうです ね楽しいね、これずっと見てられますね、うん、はいはい、次はアプリ限定ミュージックビデオの裏話がフルボイスで楽しめるトークライブを見ていきましょう。はい、トークライブ、よいしょ、ミュージックビデオの裏話ですからね。なんだろうね、裏話、ね、しかもフルボイスだからね。フルボイスめちゃめちゃ気になりますね。はい、今回はですね、戸松遥さんが演じる榎本夏樹ちゃんが歌う告白予行練習のトークライブ第1話を見ていきたいと思います、うん、はい、でははい、見ていきたいと思います。あ、ボイスありで、あ、ボイスあり、フルボイスってすごいね。フルボイスいいよね。おお、始まった始まった。ハニプレトークライブの、あ、喋ってる喋ってる、イエーイ、盛り上がってる、全部喋ってくれる、イエーイ、盛り上がってる盛り上がってる。すごい、いっぱい演出が。告白予行練習でした。かわいい曲ね。かわいい曲だよね。この曲に登場するのは、うん、桜ヶ丘高校3年生の榎本夏樹ちゃんと瀬戸口優くんだよ。本当に何にも知らなくてもこれを見ていけば、キャラクターのこともストーリーも関係性も全部分かっていける感じなんだね。そうだね、うんうん、告白予行練習って言って気持ちをごまかしてしまうんだ。そうなんだよね、甘酸っぱい。頑張って告白したのにごまかしちゃうなんて、すごい、いちいちキャラの表情もこうやって ね、かわいいね。夏樹ちゃんを呼んでるよ。お、ゲスト、なっちゃんって呼んでるかな。なっちゃんも来てるんだね。なっちゃん、なっちゃん、早速どうぞ。やったー、あー、来た、かわいい相変わらずのジャージね、すごい。じゃあなっちゃんとくままれとパンミーが、はい、
がお話しして、うんうんうん、ミュージックビデオの裏側が聞けるんですね、うんうん、でも今回はここまででございますここまででございます最後はこちらもアプリ限定のオリジナルストーリーがライブ 2D で楽しめるプレシャスストーリーをご紹介したいと思います。よいしょ、プレシャスストーリー、はい、うんうん、第1話と書いてあるのがあるので、はい、早速見ていきましょう。どんな感じなんだろう。ねえ、ねえ、ライブ 2D 第1話夏木。うん。ゲームみたいな、あ、ね、そうだね、ゲーム内の1個のコンテンツとは思えないくらいの、はい、見入っちゃいますね、うん、あ、すごいモノログとかもしっかり書いてあって、あ、あかりちゃんも出てきた、あかりん、ね、これはもういいキャラ同士の会話なんだね、あ、いいね、出てきた、仲良しで喋ってて、はい、へうわー、こんな感じでなんかさっきのちょっと二等身三等身くらいのさ、うん、キャラも可愛いけど、うんうんうん、このね等身大のキャラクターもすごい可愛いですね、うん、そうだね、はい、いやー続きが気になるんですけど、そうね、今回はここまででございますあとはみんなプレイしてそうだね、見てみてください。このプレシャスストーリーはですね、うんうん、毎月いろんなお話が更新されていくそうなのでお楽しみに、はい、ということで今回はですねシアターについて紹介しましたが、なんちゃんどうだった？いやー本当になんかこう、うん、ミュージックビデオへの思いだったりとか、うんうんうん、キャラクターへの愛がね深まるようなストーリーだったりとかがいっぱい見れる、しかもフルボイスっていうねところもあったりとかして、楽しみ方がいろいろあるなっていう風に思いました。テイさんはどうでしたか？ねそうね、本当になんかこんなに盛りだくさん見れちゃっていいのっていうくらいね、だしフルボイスがあったりとか、うん、もうなんかほんとずっと遊べるゲームなんだなって思って、私もかなりねシアターは、しっかり見ていきたいなと思いましたね。キャラクターの関係性が知れるのが嬉しいなと思いました。それでは最後に皆さんお待ちかねのガチャを引いて終わりたいと思います。今回も引くんだね。はい、今回も引きますよ、うん、ですが、今回はね私が引きたいと思います。前回ねなんちゃんが引いてくれてアプリに出ましたけど、はい、いいの出ましたよ。ちょっと私も頑張りたいなと。頑張ってます。星4出して、星4ね、はい、今回はですね、うん、ハニーワークスの山子さん、サポートメンバーのモゲラッタさんの書き下ろし支援カードが星4で登場するオープン記念ガチャを引いてみたいと思います。これ星4見たいな、ちょっと出るかな、うん、じゃあ引いていきたいと思います、うん、いきます。えい、お願い、頼む、星4来て、書き下ろしみたい、見たい、このナセナも来てほしい、お願い、もうナセナ星4見たい。今日の会場はこちら。お、望月そうだです。よろしく。星2、はい、星2、あ、なんかちょっと色違うよ、キラキラしてる。おお、あ、これちょっとレアなんじゃない？なっちゃん、星ちゃん、うん、はいはい、いいですよ。どんどん行こう、どんどん行こう。次は一緒に頑張ろうな、あ、みのりくん、みのりくん、星さん、はい、ショータイムだよ。見て、あ、星4来い、星4来い、榎本の好きな、なっちゃん、かわいい、今日の会場はこちら、あやせのゆきです。よろしくお願いします。ショータイムだよ。頼む、星4来いってね、今何タイムだよ。はい、アイドルオタクです。アイドルオタク、かわいいです。ソネやミージロ、セナ来い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 、あ、おーやった、今日だけ嬉しい、揃ったよ、揃いましたね、よしよしよし、あとは星4でしたし、セリザワハルキだ、ハルキ、おー来い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 、おっと、あ、惜しい、あ、ということで星4はね獲得なりませんでしたね、うん、でもセナモナが出たので、はい、嬉しかった。
ったです、ね、みんなはぜひ保身を出せるようにね、うん、頑張っていただきたいなと思います、うん。さて皆さん、私たち鳴海姉妹がお届けした動画はいかがでしたでしょうか。ハニーワークス初の公式リズムゲームハニプレは11月18日リリース予定です。皆さん楽しみにしていてくださいね。それでは天宮さんと夏川椎名でした。バイバイハニー。